はい。電気回路56です。まあ、2次元ができたんなら3次元で、注入と抽出がそれぞれ複数ある場合どうなるかというのを可視化しようというのを、ちょっとここ更新しました。それでまあ、作戦としては、例によって1個だけ付け加えると。もともと1オームが繋がっとったら何とかせよう。そうでなかったら、その新しくつないで、コンダクタンスを加えようといった感じの、を加えただけです。それで、今までにあったやつに、加える前と加えた後のやつを、別の名前で保存したい、別の関数としたと。で、ちなみに、この部分が、任意の入力を複数にするという時の作戦ですけども、意外と簡単で、1個だけあった入力の点と、任意のという残りの点の間を、コンダクタンスのでっかいやつ、10の10乗 G メスで繋いでやるだけであります。で、グランドレスよというのはこっちの作戦で、簡単に言うと、クロアメルの行列式の0になっているところの縦と横を消すというのを全部のグラントの点に対してやって、残りで、エルソルブをやるということなんで、意外とプログラムは短いと思います。で、最後は、元の状態に戻すための部分があります。たったこれだけのことで、立体回路の問題が解けますので、ちょっと見てみたいと思います。まあ、この辺も更新して、任意の N に対して対応できるように、N の数が小さいときは別の、配列をちゃんと持っておいてやるという作戦にしました。で、一番最初はこれだと思います。立方体の対角抵抗を求めるという、0.833オームの、その点の電位を可視化しているので、まあ、こういうふうにやって、ぴったり重なることから、線対称とか面対称で、電位等しいとかいうようなことも非常にわかりやすいと。で、これは 3×3 のやつですけども、1点と1点でなしに3点と3点になって、合成抵抗は0.5というふうにして、入力点も複数、グランド点も複数。で、これが、1234。ルービックキューブの形の 4×4×4 の64点の対角抵抗を求めようという問題であります。で、これはもっと複雑にした場合で、入力は1点だけども、グランドがこの4つになった場合、これは 10×10×10 の時の対角の合成抵抗。これは、ここと、ここ4箇所の合成抵抗といった感じであります。まあ、ここまでだと2次元が3次元になっとるだけなんで、大したことないですが、例によって、任意の1箇所に、つないでやろうと。ここ、5番と6番なんで、コードここですけども、これもともと1オームがあったところですが、等電位なんで、ここが、無限大になろうが、ゼロになろうが、影響ないというのは可視化できます。で、こいつだと5と6というのは、まあ、どっかにあって、これもどこかにあります。というので、ちょっとこれでまず見てみたいと思います。これを、めちゃめちゃコンダクターが早期しても、当たり前だけど変化しないというのがわかるかと思います。
では、まあ何番でもいいんですが、今これが 10×10×10 の1000個のものなんで、例えばこの辺の25くらいとしますか。で、こっちの辺の辺の975ぐらいとしますかと。言ってやると、これではもう範囲を受けてしまったので、消えてしまいますが、こっちの方はひょっとしたらそれが、生きとると思います。で、今なんかこの辺とこの辺を繋いだんだけども、見えていないと。言うんで、開放に近いコンダクタンスから、短絡に近いコンダクタンスに変えてやると、あれ、これに入れてなかったかな。あ、こっちには入れてなかったでした。5と9ないか。そうすると、この影響がどのようなあるかというのが出て、元々の時の状態とどうずれるかというのがわかります。これ9よりも、64個あるんで、5番から60321と。そうすると、元々の緑からかなりここがどこが棚されて、リード的に大きな変化があることが見えるかと思います。まあ、こんな風にして、元々と次のやつ。で、グラウンドの点と、赤の点。それからボックスということで、みんな薄い、ここの、長方形、直方体が書いてあって、全体の形がつかめるようになったというのを超えたという状態であります。はい、以上です。